上田玲子は、日本の政治家。東京都議会議員。地域政党、自由を守る、会代表。全国地域政党連絡協議会副代表。元江戸川区議会議員。兄は、映画監督の松村勝次、東京都台東区上野生まれ。台東区立黒門小学校。文京区立第六中学校。東京都立三田高等学校。 白百合女子大学文学部国文化卒業。大学卒業後、ナショナルライフ保険に入社。その後、数回の転職を経て、結婚を機に、夫の出身地である、江戸川区船堀に転居した。企業も経験。2005年、東京都議会議員選挙に、千代田区選挙区から出馬したが、現職の内田茂自由民主党、東京都連幹事長に敗れ、落選した。 2007年、江戸川区議会議員選挙に無所属で出馬し、初当選した。2009年、みんなの党の決闘に参加し、2011年の江戸川区議選では、みんなの党公認で出馬して、トップ当選を果たした。2012年、江戸川区議を2期目の任期途中で辞職し、第46回衆議院議員総選挙に、みんなの党公認で、東京16区から出馬したが、 自民党新人の大西秀夫、日本維新の改善職の中津川白鏡の後陣を廃止、得票数3位で落選した。2013年、東京都議会議員選挙に江戸川区選挙区からみんなの投稿人で出馬し、得票数4位で当選した。当選後間もなく、東京都議会のみんなの党会派の幹事長をめぐり、上田、諸角城、乙北俊。 塩村綾佳の4人の都議の開配道届が、野上幸恵都議により提出されたため、会派は分裂し、上田を含む4人が新会派、みんなの党を結成した。2014年、みんなの党が開党し、都議会会派の名称が、輝け東京に変更された後は、同会派幹事長を務める。11月21日には、地域政党、自由を守る会を設立し、 代表に就任した2015年3月地域創生型の地方文献改革による議会改革を全国で実現をするため、全国各地の地域政党の連絡協議会である地域政党サミットを設立し、副代表に就任した。2016年7月、音北春に代わり都議会会派、輝け東京政策調査会長に就任した。 2017年1月23日、所属する会派、輝け東京は、都民ファーストの会東京都議団に名称変更し、同時に2017年夏に予定されると、議会議員選挙における、地域政党、都民ファーストの会の一時公認候補となった。同時に、自身が代表を務めていた、地域政党、自由を守る会の代表を退任し、4月3日に、 自由を守る会は解散した。2017年10月3日、小池由里子東京都知事の国政関与は政治姿勢として疑問があるという理由で、音北俊と共に都民ファーストの会を離党することを表明し、10月5日に記者会見を行った。その後、会派、輝け、東京を音北と議と二人で設立した。10月6日に解散していた。 自由を守る会の再設立を届け出て代表に就任した。2018年10月、週刊文春が11月1日後において、おときたのスキャンダルを報道。おときたは、情報の提供元が上田のスタッフであると決めつけ、輝け東京の会派解消を要求。上田がこれに応じなかったため、おときたは、維新の会の柳瀬戸議と新会派、維新、新しい。 無所属の会を結成した。このため、輝け東京は、数都と会派となり、上田は公式には、無所属となった。一方で、上田側は、自由を守る、会名義で、乙北の主張は、事実無根であるとの声明を出した。12月20日には数都と会派の、輝け東京を、自由を守る会に変更し、地域政党と名称を統一した。 2021年東京都議会議員選挙で参戦。ありがとうございます。